僕はウサギの子供です。いつもゾウさんを食べてるよ。まずいです。画面の前のみんな、いいか、よーく聞け。ボウハラシエルはもはや時代遅れだ。奴を主人公の座から引きずり下ろし、新たな時代にふさわしいニュー主人公を決める時なのだ。また証拠りもなくやってんのね、君は。な、シエル、盗み聞きとは卑怯者め。っていうかこのやりとり騎士感あるな。シエル、今度こそ貴様の最後だ。随分な自信だね。何か策でもあるの？いや、何もないけど、ないんかい。今日はなんかいける気がするんだよ。根拠のない強いアリが過ぎるんじゃないの？問答無用、今日こそてめえを叩き潰す。この勝負、合意と見てよろしいですね。早く来いや。悪かったって。で、結局お前は何しに来たんだよ。今のお前らにぴったりの勝負方法を持ってきたんだ。何？それは一体何なの？教えて教えて。その名も、お絵描き対決だ。俺たちにお絵描きで勝負しろってことか？それって、最高じゃねえか。予想以上に乗り気だな。半分冗談で言ったんだが、俺はニュー主人公になるべき存在。つまり画力もニュー主人公レベルというわけだ。おお、言ってる意味はよくわからないが、すごい自信だ。僕もお絵描きには自信あるよ。まさきに僕の絵を見せたら、あ、うん、すげえな、って褒めてくれたもん。それ多分ドン引きしてたんじゃねえか？前置きはいい。さっさと追っ始めようぜ。それじゃあ今から制限時間以内に絵を描いてもらう。オーケー。それを俺が審査して、絵の内容で詳細を決める。オーケー。テーマは何でもいい。自由にやれ。オーケー。では始めるぞ。お絵描きファイト！レディーゴー！よーし、クズのも、自分の絵は描き終えたな。もちろん、会心の出来栄えだよ。自信満々だな。それじゃあシエルから先に見せてもらおうか。これが僕の絵だ。うわぁ、なんじゃこりゃ。どっからどう見ても僕の自画像でしょ。これがお前に見えるほど目おかしくなってねえよ。所詮シエルの画力はクソゲロというわけだ。そういうお前は一体何を描いたんだよ。俺は棒人間バトル漫画を描いたぜ。わーい、僕バトル漫画大好き。血がいっぱい出るもん。最高野郎が。それじゃあ見せてやるよ。バトル。うんちビーム。グオー、やられた。おしまい。低レベルにも程がある。なんだと？お前目がおかしいんじゃないのか？それはお前だ。あ、でも、竹蔵は下ネタ使ってたら、しげの勝ち。やったー！待ってくれ、あれは黒いカリン島なんだよ。認められるか。では、敗北者の竹蔵さんには、罰ゲーム。え？ウルトラ上手に焼きました。黙るか。僕は、ウサギの子供です。いつも、ゾウさんを食べてるよ。まずいです。じゃあね、バイバイ、元気でね、バイバイ。